自分的にはすごい嬉しいですね。今日のトップ32なんですけども、妻との対戦になってしまい、過去最高に緊張してしまいました。今日は結構天候が目まぐるしく変わる感じだったんですけど、こういう路面コンディションの中では本当にタイヤに助けてもらえたラウンドかなと思ってます。はい、次戦奥井吹なんですけど、かなりチャンピオンシップ争いがこう接戦になってきたので、すごい見応えのあるラウンドになるんじゃないかなとは思ってます。せっかくの接戦なんで、ここで奥井吹でちょっと一歩抜きに出たいなと思います。86はほぼシェイクダウンに近い状態で足回りも変えてきたんですけども、タイヤだけは絶対にグリップするって分かってたので、それが不安がない分、毎週毎週新しいことを試せた、いいラウンドにはなったかなと思います。で、結果としては16でサドンデス3回やったんですけども、コロコロ変わっちゃうちょっとコンディションにもなかなか僕も対応しきれず、敗退という形にはなってしまいました。ただかなり86いっぱい走ることできたんで、3回もサドンデスやりましたんで、いっぱい走れたんで、そういった意味ではかなりいい手応えをつかめたのかなと思います。2018フォーミュラドルトジャパン、次戦は奥井吹となります。9月の8日9日、ぜひたくさんの皆さん奥井吹来てくださいね。待ってます。